オーディエンスの運営です。撮ってる？ずっと撮ってる。ずっと撮ってる。はい、まあ左の、ロータリーブレイクでやったらいけないパターンをやります。ここでこうやって顎、これ絶対ダメですね。回線が多すぎる。これでクッとやります。で、正しいやり方は側屈を大きくして、顎に絶対引っ掛けたらダメです。回線がこれ大きくなります。ここからはグッとね、ではなくて側屈を大きくして、そしたら可動、回線が少なくなりましたので、側屈がなかったらこのまま180度ぐらいまで。ここからのこれはやめた方がいい。多分若いからまだ死なないと思うんで。それでこれによって半身不随の人とか結構死ぬ人が出てくるので、これやっちゃいけない。でもちょっとやってみましょう。やってみますね。死んだらごめんね。それでこうロータリーブレ、顎を使ったロータリーブレ。今こんな感じ。あ、でも一本だけど。構えた。はい。はい。正しいやり方逆で。正しいやり方側屈して。結構側屈多いでしょ。側屈して。こっちの方がボキボキ多かったけど、これが通常のロータリーブレイクで、顎引っ掛けてのこれは回線が多くなるからやめた方がいい。側屈をすると結構回線が少なくなるんで、脊髄や、血管の負担が減ります。